ここまでに他者の悩みにどう気づき対応していくのかという話をしてきました。ここからは自分自身のストレスに気づいてどう対処していくのかという話をしていきます。ここではお風呂をイメージしながらストレスマネジメントについてお話をしていきます。お風呂釜に蛇口から水がジャバジャバと流れているイメージをしていただければと思います。もしそのままにしておけば お風呂釜から水がいっぱいになって溢れ出してしまいます。これが何を意味しているのかと言いますと、蛇口から出ている水は私たちが日々生活の中で感じているストレスです。そして風呂釜というのは私たちの心の器、キャパシティのようなものです。ストレスをそのままにしていると溢れ出してしまう。すなわち死にたいぐらい辛いとか、場合によっては心身の不調が出てくるとか、 そういったことを意味します。では、防ぐためにどうすればいいのでしょうかいくつか考えられます。例えば、蛇口を閉めればいいんじゃないかポンと線を抜けばいいんじゃないかそういう考え方が出てきます。蛇口を閉めるというのは問題を解決していくということです。すなわち、ストレスの元になっている問題を何なのかと、同定して解決していくことです。 世の中には変えられないこともありますから、様々な見方をして受け入れていくということも大切ではありますけれども、物事の見方を変えたりするのは一人では難しいこともあります。物事を解決していく上で大切なことというのは、他者に相談するということです。自分自身ではない見方、考え、知識、他人はそういったものをしばしば与えてくれます。ですから、自分だけで抱えるのではなく、 他者に協力を要請して意見とかサポートを受けながら問題解決していくということが大切です。また、線を抜くというのはストレスを解消していくということですね。これもとても重要なことです。また後ほどお話をしていきます。お風呂がまのがいっぱいになるのを気づいていく。これはストレスが溜まった時の自分の傾向について知るということです。では、どういうふうにすればいいのでしょうか 人間、ストレスを感じたときに反応が3つあります。体、心、行動に反応があります。体は例えば、持病が悪化するとか、どういうところに不調が出てくるのかは、それぞれ人によって異なります。心は例えば、気持ちが落ち込むとか、不安を感じやすくなるとか、イライラするとか自分を責めてしまうとか、そういった心の動きですね。 また行動はミスが多くなったとか遅刻が多くなったとかお酒の量が増えたとか寝つきが悪くなったとかたくさんお金を使ってしまうとかそういった行動の変化です体と心と行動に変化があるわけですね自分自身では体の変化というのはある程度気づけるのかなというふうに思いますそういった自分自身の体のモニタリングをしていくというのも大事です 特に行動の変化に気づいていくということが他者においても自分自身においても大切なことです。心というのはやや気づきにくいものであって他人の心であっても自分の心であっても少し気づきにくいものだというふうに思います。あらかじめ自分にストレスがかかってきたときに体、心、行動にどういう反応が起こるのかということを知っておくということが大切です。 反応というのはそれぞれ異なるものですから自分自身の反応についてあらかじめ知っておくというのが大切なんですね。例えば自分はたくさん食べてしまうとかお酒が増えるとかそういう傾向がある人がいるとします。そうしますとそういう行動をとっている最中に自分自身でストレスを今抱えているんじゃないかと気づくことができます。じゃあ何が問題になっているのか 蛇口を閉めていくということになりますけれども、問題を解決するためには、その問題を同定していく。そうか、あの問題は明日先輩に相談しよう。といった形に行動を移せます。ですので、自分自身の傾向を、ストレスがかかった時の傾向をあらかじめ知っておくというのが重要なことです。 こういった自分自身のストレスの反応について少し考えていただければと思います。こちらのスライド、資料を印刷するなどして一度振り返って検討してみるのも良いかと思います。ストレスの解消も大切だという話をしました。お風呂で言うと線をポンと抜くような感じです。昨今なかなか外でストレス解消、趣味もできなくなっているような環境下です。 感染が拡大している状況下ですと、人と会って話すというのも難しいということもあります。そこでここでは家でもできるストレス解消法を列挙してみました。こういったさまざまなストレス解消法を日々できるようなことをですね、たくさん持っておくというのが良いと思います。例えば、旅行に行くのが趣味の人がいるとします。それは趣味として、ストレス解消法としてとても良いのかと思いますけれども、 旅行はお金とか時間がかかることでもあります。日常的にやることがなかなかできない。そういう場合は、旅行の代替行為を日々やっていくというのも一つのアイデアです。まあ、例えば旅行記を読むとか、旅行している人の動画を見るとか、写真を見るとか、そういったことでしたら、通勤中だったり、休憩時間でもできることです。また、ストレス解消といって、 夜中までゲームをしたり、映画を見たりとか、睡眠時間を削ってまで行うストレス解消法は推奨されません。睡眠の質、時間を確保することは非常に大切なことです。自分自身のそういった様々なストレス解消法をあらかじめ書き出しておいて、メモ帳とか手帳に書いておくのも一つの方法だと思います。 良いことであれ、悪いことであれ、いろんな生活環境が変化していくということはストレスになり得ます。新型コロナウイルス感染拡大の影響によって、生活は変わって影響があります。それは誰しもがストレスにさらされ、問題や悩みを抱え得るということでもあります。心身の健康を保って、日々を過ごすためには、自分自身のストレス反応に気づいていく。 心や体や行動の変化の傾向にあらかじめ知っておいて反応が起こったら何らかの問題が起こっているんだというふうに気づけますそのストレスの元になっている問題そのものを解決していくためには周囲に相談をしながら解決をしていくことが大切だというふうなお話をしました相談をするということは他人に協力を要請しながら抱えていく問題を解決していくということです これは非常にポジティブな行動、スキルだというふうに言うことができると思います。話は以上です。ご清聴ありがとうございました。